毎秒ごとにニュースサイトから配信されるインターネット記事その中には釣り見出しと呼ばれるインパクトのあるタイトルでアクセス数を優先して作られた見出しも多く存在します多くのアクセスを生む見出しはどのような要素を持っているのでしょうか今日はインターネット記事に必要不可欠な見出しについて考えますま納盤支給式はですね マウンドからホームまで十八点四四メートル。始球式でのノーバウンドでの投球は、マウンド慣れしていない。芸能人の方だと、冒頭やワンバウンド投球ともなりうる。始球式で、二千年代にノーバン見出しを使っていたのは、スポニチ。一社のみで、多くて、年一件っていう状況なんですって、今は。ただ、二千十年代に入ると、ネット利用者の増加と相まって。 いろんな会社が参入して、その数を増やしました。ああやっぱり、先ほど聞いたら、日刊スポーツの記者さんがおっしゃるには。この紙面では、五年ぐらい前から、やっぱり規制が入ってると。うんまあね、ノーバン式給仕って、紙面で書くのをやめようよう、ね。ってところですね。ええ、ただ、ありますね。これサンスポさんの記事で、二千二十三年十一月十六日、<ー>去年の十一月の記事で那天。那須川天心。那須川天心にまで使うようになったら、ついに。ノーバン式給仕。ああ、いいじゃないですか。 いかがでしょう <laughs> いやもうだからそもそも ノーバン始球式誰が生み出したかがあれですけどもう完全に誤認させるためにやってますからねこれそうそ,うそ,うとかそのこれがじゃあ那須川天心選手だったら分かるんですよあノーバン運動だったんだな、うん、で一旦届いてよかったねと、うん、思う見出しの時点で、うん、これがなんていうなんかグラビアアイドルの方とかミツ、うん、さんとかだとえええってなっちゃうだからそのえええってなるためにやらせてるわざわざその編み出した方法なんですよこれいやすごい考えた人、うん、そうそうだからさっきねあの買わせたら もうその時点でで勝利ただしたじゃないですか記事もクリックさせてページ開かしたらそこに広告が載ってるからある意味それで勝利っちゃ勝利,そ,れは勝利そうに言うとでノーバンはあのー、これはインターネットメディアにおいてもでもですよ僕がいた時代ですよ。うん 僕がいた時代はさすがにやめようぜって話になったんですよ、うん、あそうなんですかさすがにやめようぜですよ、ね、いや,やめようぜですよ本当にだから,それだからうダサいじゃんっていう、うん、2010年だってまさに、ね、石田さんも、ね、あの、うん、ネットに入ってきて僕もそういう意味で八方の編集長やったも2010年代の最初の頃もう各社本当にいろんな見出しやらないやらこう研究してやった中で、うん、ただ、はい、結局開いて広告出るんだけど、うん、それで結局何になるんだったっけみたいな ユーーザ満足がないんですよ読み間違えてるだけなんで読み間違えてる単純に下心を釣り出しただけなのでまさに釣り見出しなんです。もうすごい満足度が低いしあとこれやったら終わりだよねっていうのだったんだけどさすがにノーバンはここまで来るとついにネタ化してるから普通那須川天心さんには使わないんですよこんなの。 意味ないからからそれで開いても「あ騙されたわ」とは思わない,んでないじゃないでなもうここまで来たね。うん、でこれはもう定番になりすぎちゃって、うん、定番がしすぎたがためにもはや誰も突っ込まないっていうところまでいった、うん、珍しいパターン、うん、あと最近ねネットニュースでよく使われるこう定型化されている見出しなんですけれども「かっこ画像あり」。 動画あり隅かっこ動画ありとかで比較画像ありとかこれ見ちゃうんだよなよくあと「ほにゃらら」の5つの方法「ほにゃらら」のトップ3とかあと「なんちゃら」のまとめこれは例えばギズモードジャパンさんの記事ですけれども GooglePexel9 の噂まとめ大画面になってカメラも変わるこういうの見ちゃうんですよ iPhone の新しいやつとか絶対見ちゃうんですよあと「3分でわかるほにゃら」「1分でわかる1分でできるほにゃらら」 ヤフーニュースで、例えば三分でわかる会話のプロが教える正しい共感の仕方。はい。これ、クリックしたくなるな、あとほにゃららの理由とは。はい。これ、決まりますね。はい。全部、疑問文です。本当だ。そう。あの、それね、あの、俺、業界ではね、疑問系メソッドって言うんです。え、そうなんですか。うん。これ、理由、理由とか。理由、とか。もう、あの。 ついについこれを飾<え>らなきゃいけない日が来たんですね俺たちはついにこれを飾らなきゃいけない時がやってきた教えてもらえるんだ今日。これはねあの我々はよく疑問系メソッドっていうとか何とか適当に各社いろんな呼び方があるんだけど、うんはい、これはあのもうね PV を取るためには疑問系にするのが結局一番強いっていうことをだからいろんな疑問系のパターンを生み出すっていうのが。 あの結局一番強いっていうことに、みんな気づいたんですね。そう、わけとか、なぜとか。だか今あんまなぜがそんなに使わないですよね。なぜがちょっと、今、なぜな、ほにゃららなのかみたいなのが、ちょっとて、<laughs> 一般化しすぎちゃったから。まあ使うのはちょっとやめて、うん、わけとか、まあ理由とか。 まあ言うなれば、5w1h ってあるじゃないですか。はい、なな、ホワイを隠すとか、あとは誰を隠すとかね。うんうん、あの、3位はこれ、2位はこれ、では1位はみたいな形で風を隠すとか。そうあとはあの、まあもうちょっと言うと単純に強い言葉を使うっていうのも一つやっぱあって、うんうん、もうこんなのなんかまあ別にいいか。<laughs> ういう身もうもふもない話、見もふもない話になるんですけどいいですか。はいはい、か例えばなんか最強のとか。うん はその正しいとか驚学のとかあと必必仕事ができる人みたいなとかそういうのってなんかパワーワードでそれパワーワード使いなさいっていうのもこれもよくやってた、うん、<の>ちょっとね最初その先ほどの疑問系メソッドをちょっと掘り下げるとはい、はい、私もねちょうど最近気になっててクリックしちゃった見出しがちょうどやっぱ疑問系だったなと思って。 カギ堂落の看板のカギは何ガニ、うん、足の動きにも違いがある動くカギの看板の秘密うん、うん、これまさにお二人が今言ってた疑問形と何、うん、とかの秘密とか何、うんうん、とか暴くみたいなものがぴったり入ってるわけですよもうまさにそうなんです、ね、それ典型的なそれですよね。それそれいつ気づいたんですか皆さんはいつというかもうだいぶそれはもう本当にあの2000年代ぐらいからずっとタイトルずっとある意味 広告が今リッチでね動画の広告とかいろんな画像、はい、の広告とかあったんだけど、うん、昔々の広告なんかテキストの広告なんですよ今でもあるけどねもちろん Google の広告とかでも押してもらえたじゃないですか僕もうほにコピーライターがお得いろいろ考えちゃうんですよ押すことそうどうしたら押してもらえるだろう<ー>どうしたら相手の心理状態に入るだろうってなったら結局あのそれぞれ悩みとかあの分からないこととか、うん、まあ 大雑把に言うと、全部悩みなんですよ。分、うん、かんないこととか、知りたいこととか、うん、あと、なんか、こう困ってること,とか、また、はい、ね。とかを全部、その悩みの解決に持っていく、基本的には。そう、そうなんです。だ、まとめとかも、そうなんですよ。なん<ー>でまとまってるかっていうと。いろいろとっちらかった疑問とかがありますよねっていう時に。はい、それも、いった、一つの解決策の提示のまとめさえ、まとめっていう言葉を入れるのも。も、うん、だから、それを、これを読むと、まあ、とりあえず、なんか。 あのどちらかってる話が一つでわかるらしいという風うな感じのことを思わせるっていう、だからこれはもうテクニックですよね。うんうんうん、え他に <laughs> 他にそういうこうテクニックはいろいろあるんですか疑問系とか、その 5W1H のどこを隠すとか <laughs> いやえー、っとねだから入れ込みすぎないってことですよね,ね答えを出さないっていうネット見出しは。 あのそれで言うとインターネットが登場してから検索するようになったじゃないですか、はい、言ったら、はいうん、要するにインターネットができる前とか図書館に行かなきゃいけない人に行かなきゃいけないとかっていうところがみんなね気軽に検索できるようになった、うん、かつスマホの時代になってもっと検索できるようになった、うん、そうすると疑問がね簡単に解決できるんですよ。うんうん 今言った話とかインターネットがかなかったらなかなか分かんないじゃないですかはい、はい、国会図書館まで行って調べなきゃいけないのかみたいな話になるじゃないですかそれが解決されることをわざわざ記者が国会図書館まで行ったやつを記事にして出して出してくれるんだからっていうそうそれが悩みの解決の,そ,のけそれ僕はあのサーチコミュニケーションっていう言い方にしてるんですけど、はい、検索するコミュニケーションのところで、うん、かとにかく疑問やらないやら解決できるってそう。う 今のとみんなだって結局その解決の方法を知りたいのがさどういうふうな形で出てくるかっていう,うん、うん、このサイトの中から出てくるっていうような形で検索の、まあ、履歴とか単純に検索してあのな,んなんとなくこう、えー、ご互換性なりそうなところがずらずらずらっとホームページが並ぶんじゃなくて今はもう例えば生成 AI とかできるとそのテキストがパンってね出てきたりとかして答えの部分がより早くなったけど。 そ,うすそこがなんか変化しているように見えて実は別に対して変化しなくて検索で調べて何かあの知りたいことにああのアクセスするっていう方法はもうこれインターネットがデータがずっと変わってない。 スピードが変わったりとかあのアルゴリズムが変わったりとかしてるだけなんだってことなんで私たちの行動としてずっと変わんないの昔は例えば単語一つだけ例えば西川綾野だけ入れて検索する人もいたかもしれないんだけどさっきの岸田総理だったら岸田総理の話でこれでこれでってちゃんと日本文に入れて AI に聞くわけですそうすると返して返してくれるから確かにそうなんだよただ先ほどあのねおっしゃってた通り こう例えば呼び間違えてるだけでユーザー満足度が低いみたいなことになっちゃうこともあるわけじゃないですか。うん、ああす例えばその画像ありって書いてあってもその画像ない場合とかも最近はあるらしいんですね。うんうん、ってなると問題ですよねっていうところですよね。いやそれはもうだって裏切りだもん。裏切り読者に対しての裏切りだから僕ら、うん、がずっと言ってたのはこれはハフもそうだしハミントドン・ポストもそうだし b u z z フィードでやった時もそうだけど基本的に読者を裏切っちゃダメですよっていうのは。うん ある時期からやっぱり徹底ししましたよね<ー>、うん、だからすごくこうあのインターネットメディアの初期の方っていうのは、ええ、2000年代とかほんとそうすっごいひどいのが <laughs> 普通にあって「ねえじゃんこれ」とか「うん、嘘やん」みたいなのとかも、うんうん、理由わかんんないいじゃんっていう、ねうん、たくさんあったし、はい、あとその記事の書き方がまずなってないみたいなのとかもたくさんあったん ですよいろんなものが台頭してた時代だからそうそうどん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 読んでた時いつになっても結論に立たない出てこなくて,はどて、えー「どう思いますか?」って「どう思いますか?」じゃねえだろみたいな「<laughs> 問いかけられんの?」みたいな <laughs> 問い「問い」みたいな感じで <laughs> ここで「問い」っていう,、はい、こ,うこれもなんかそのだから。 良かった点の1つなんですけど、はい、僕これは自分でも最近思うんですけどまず1つ良かったのはうん、うん、元新聞記者とか、まあ、松浦さんちょっと、まあ別の業界からやってきたけど新聞社とか,とか新聞記者も雑誌の記者とかも含めてインターネット業界に参入したことによって、うん、あの記事のクオリティは少なくとも上がったのよ。

ってきたんで、うん、ノーバンぐらいすら残ってん確かにいやそれはね一時期本当に過熱しててなんか芸能人の「いやここまで言ってないよ」みたいなのをこうなんか怒りとかにしてたりとかありましたけど徐々にいろんな方がおっしゃるになってから最近は信用できるなとも思ってるんですけどで今でもあれですよね結局はそれがまとめサイトが、うん、その悪悪癖というか <laughs>、まあまあ、悪いかインターネットの悪い癖を割と 残してるだあのまいわゆるまとめサイトとかだととかその、えー、っとなんか思想系の思想の強いサイトとかだと割と曲解とか行ってないよ、うん、そこまでっていうようなことに結構このっていうのを残したりとかしてだからそれはでも僕らから見ると あ,あ、なんか、まだこんなことやってるんだとか、まだこういうので、お金をも、うん、儲けられる時代なんだっていうふうに思っちゃうっていう。うん、っていう中で、えっ、ー、と、このいろいろ揉まれてきた、今の時代になって、松浦さんが思う。すごいいい見出しって、どういう見出しだと思いますか。それで言うと、でも、あ,あ、そうだな、うんと、共感される見出しって言い方をすると。それこそ昔、僕も一戸さんも昔からやってきて、それもどうなんだみたいな話もあるわけですよ。うん、人の感情と、愛楽っていうところで、であ,あ、喜ぶよね。 みたいな形で例えばまあ、えー、と卒業するとかアイドルが卒業するとかで悲しむけど、うん、でも次のステージに移るんだわみたいな形で入っていくような記事をやりすぎるとそれはそれで問題があったりとかするんだけどでもそこをちゃんと真摯に答えるなんかへ変に落とさない。 喜喜ぶぶんだったらら真正面から喜ぶやっぱりね、うん、ポジの方向に持っていくようなコミュニケーションが取れるかどうかっていう方が大事あなるほどそうですね、だからそれはね、僕も結構思うところですね、やっぱりね、感情を揺さぶる言葉ってね、あのを多用するっていうのが、まあ、今でもあの数字を上げるだけだったらできるんですよ、うん、割と簡単にやったらって言えるのはそれだけなんですよね、なんでもいいですけどねあの、怒りの方に振るんだったら、酷評とかね。そう あのー「損」とかなんかこう、まあ、なんかいまさに「怒り」とか書いてもいいしっていうそういうのがなんか激怒とかね何でもいいんだけどそういう方向に持っていくのはできるっちゃできるとやろうと思えばやれるし簡単にアクセス数は増やすことはできるんですけど、うん、これをやっちゃうと結構あの何、ー、でこれ土曜だっていうとあのー。 政治的な話とかに,にこれをやりすぎるとやっぱり怒りと分断を生むっていうことにみんな気がついたっていうとこですね。政治系の記事ではねちょっと煽らないでほしいですよね,時にねこれはでもね政治系の記事はやっぱりああのやりがちなんですよでこれアメリカとかでもそうだからみんなそれやっちゃって結局残ったのは。 分断と読まないということだけみたいな感じなで逆なことで例えば共感を生みすぎるとやっぱそれ気持ちいいんですよね気持ちいいと逆に政治の記事準入ってこないああだから今あの昔は何か何かをフォローするとその人の情報とか入ってくるんだけど今フォローしなくたって情報入ってくるのね X もそうじゃないですか YouTube もそうじゃないですか TikTok もねみんなフォローしなくても入ってなくて自分の興味関心のところだけ入ってくるようになってくる。 それはそれで気持ちいいんだけど、うん、そうすると気持ちいい情報だけの集まりになってきて今言ったような政治の話なんか国際紛争の話その他諸々とか入ってこなくなるそれがちょっと問題にはなるね、はい、なるねどんどんどんど、うん好みの方ばっかにいっちゃう、ね、それが難しいんだよねっていう話うそこはねバランスなんですよでもやっぱりあの今時別にフォローしてなくてもちゃんとそういう情報を話していたら、うん、例えばあの文化放送の記事でね AI 時代に大切な探究学習とはあってあの先週やった記事が、うん、<ぼ>入山さんの、ね「僕のソーシャルのタイムライン」に入ってきました<ー>それはやっぱりあのお仕事から AI の話とかそういうのを受けてるから入ってくる届いてるんだ届くっていう感じあ<ー>だからいやまあだからその X もそうだし今は本当にもう完全にあれですもんねあの話題になってるツイートとかが自動的に上がってくるというかもうパーソナライズされてやってくるっていう方向で今だからその 逆にすごい問題になってるのは、あの、まあフェイスブックが特にそうなんですけど。はい、これは別の、あの記事で、あのイギリスかイギリスの雑誌の記事で、あの上がってたんだけど。要するにフェイスブック、今一番問題なのは。フェイクニュースが流れることなんじゃなくて、うん、本当のニュースを S. N. S. で見られ読まれなくなってるんだっていうことなんじゃないかっていう。本当のニュースが S. N. S. で読ま, <S 読まれない。つまりニュースをシェアする人とか、あの、このニュースを話題にするって。 まあ、SNS で話題にするようなことっていうのがうん、うん、もうこの数年間で激減してる激減って、まあ、まあかなりちょっとこう右肩下がりになっちゃってるうん、うん、つまりニュースが読まれなくなってきてるでこれはもうイギリスとかアメリカの英語圏の方でも起きてる顕著に起きてる、はい、でフェイスブックでニュースをシェアしないでそれどころかフェイスブックとかで流れてくるニュースにアクセスしないっていう状況になっちゃっててじゃあそれってい今それは果たして健全なのかどうかっていうむしろこっちなんじゃないのみたいな。 問題はっていう話になってるん、ね。一覧性というかね、全部をこう可視化できるパターンじゃなくなっちゃってるっていう,、ねうんそう。そう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 。リムがだから絞り込んじゃってるっていう問題がある。うんうん、確かにちょっと引き続きね、リスナーの皆さんの気になる見出しとか、今までこう騙されたみたいな経験なども含めて。ご紹介しながら、<laughs> ネット記事の見出しについて考えます。もうね、こん、今日のヤフーニュースか。のトピックスでもすごい気になるのいっぱいあって、排便の匂い、対象制薬が調査とか。 うん、だからこれはだからそのさっき言った強い言葉使うメスですよ。改編はやっぱりすごい。事実に繋が書いてあるんだろうな。実際は書いてある。あるそ事実際は書いてある。実際は書いてあるけど。こういう感じ気になってるものよかったら送ってください、うん、メールアドレスおいでよアットマーク j o q r ドットネットです。